7からソープって区間はまず BTS は私使いません。この日も歩いてね、ターミナル21まで。この日の昼飯もね、ターミナル21のピア21フードコートでいただきます。バンコク長期一人旅、そんなにね美味しさを求めずにね、とにかく節約コースで、滞在を進めるといたします。相変わらず激混みのターミナル21フードコート。とにかくその座る席を確保するのも困難です。やっぱね、私がタイ料理で一番好きと言っても過言でないのは、カオマンガイです。なのですで、にここで食べるのは決めてました。サンバの店ですね。やっぱ安いんですよね。30バーツ台ってお値段でカオマンガイ食えるって、まあ、その辺の屋台でもなかなかないですね。私はゆでと揚げのミックスの37バーツのを注文しました。3番です。カオマンガイ発祥持っていって通じましたね。ここの店のタレは2種類。ただね、タレを入れる小皿ないんでね、その鶏肉とライスが盛られた皿へね、直接かけなければいけません。こちらがそのカオマンガイのミックスパッソムです。ライスの盛りはね、ターミナル21らしくね、小ぶりですね。そして大きめのスープがつきます。私がここのカオマンガイあんまり好きじゃないにはね、鶏肉がパサパサしてるんですよね。まあ、この日もそうでした。タレはあのスイートチリタイプでない、あの辛いのかけてます。またね、この鶏スープもね、あんまり出汁が取れてない印象ですね。マンゴースムージー30バーツ約120円のにしました。次のホテルチェックインタイムまでね、まったり過ごします。部屋はスーペリアルームです。なかなかの広さですし、小綺麗でしょ。そしてね、窓もあってちゃんと外の景色も見えます。ベッドの広さもね、キングサイズあって2人で寝てもめっちゃ余裕です。ベッド自体も固めでね、寝心地いいですね。館内設備全然何もありませんけど、男一人旅でね、7周辺の夜遊び拠点にね、利用するには最適です。3番のね、豚肉と大腸の煮込みウィズエッグにしました。47バーツ、約190円です。脂身たっぷりの豚肉がトロトロに煮込まれております。そしてプルプルの大腸ホルモンですね。あと煮卵、からし高菜って構成です。こちらがね、この11番の店で一番安い単純な、麺料理です。もちもちしたね、太麺の米麺千合と豚肉が炒められています。味付けはね、タイらしく薄いんでね、ナンプラーで調節しました。まあこのお値段の炒め物ですから、こんなもんでしょう。全く複雑さのない料理なんでね、誰もが味を予想できると思います。ただやっぱね、炒めの調理がね、お見事なんで、ところどころの香ばしさがね、食欲をそそります。前日はね、あの大移動の疲れもあって、長居できなかった低迷カフェです。ターミナル21から、まあ、5つものスカイウォークでテクテクと低迷カフェへ向かうって私のパターンで、だいぶこの日の日中までね、休息取るようにしてましたから、
この日は準備万端です。しっかりと女の子をウォッチングいたしましょう。